不起訴にします。え、これどういうことだ。いやいやいや、ドラッグしてますけど、あ、これか、この意見書を言えんのか。違う、でもそういうことなのかな。青いやつを持ってこれる。消えた、これか、不起訴、起訴猶予、捜査中とか、これか、不起訴。あ、そうですよね、わかります。いくら上からの指示だからって、やっぱり直接証拠が一つもつかめてないし、起訴意見で送致するなんて無理に決まってますよね。一番重要な毒薬、あ、待って、販売だって、ちょっと待って、早いな。疑惑程度のものでしかないし、ちょっと早いな。ちょっと読めないっす、読めないっす。でも係長、あいつの前科記録見ました。あいつ絶対、だいたいあんなやつを単なる自殺幇助なんかで立件すること自体罪悪感で心が痛みますよ。あいつ悪魔ですよ。法の抜け穴に住んでる連続殺人鬼じゃないですか。被疑者にも人権がとか言いますけど、亡くなった人には人権も何もないでしょ。僕たちの言葉、僕たちの行いでお互いに与え合う価値、僕にとってはそれが人権なんです。だからあいつに人権なんてない、そう思いませんか。被疑者には毒薬を販売することで自殺を幇助した嫌疑と、毒薬販売の書き込みをしたことにより被害者に自殺方法を教えたという、嫌疑がかかっています。なお意見書の作成時には被疑者が毒薬失礼、被疑者が毒薬を販売したことを立証する直接証拠はないことを覚えておいてください。ああ、もうダンジョン入るんだ、早くも。サイコパス。ああ、サイコパスね。自殺幇助って俺が？多少強引な調査になってしまったことを謝罪いたします。疑わしきは被告人の利益にの原則に基づき、反証がない限り被疑者の供述内容を信頼してください。被疑者尋問調書において、二つの犯罪嫌疑のうち被疑者が事実だと認めたものは一つです。ああ、彼が認めたこと？詐欺だよな、多分。これだよな。あなたは毒薬販売の書き込みをしたことを認めましたね。はあ、おっしゃる通りです。それが何か。毒を販売しますって書き込むのがイコール自殺幇助ってことにはならないでしょ。消極的関与や精神的な助言も自殺幇助に該当します。ですから、違う違う、僕は販売の書き込みは精神的助言に当たらないっていう証拠が欲しいの。それが人様の人権を守る公僕の仕事でしょう。判例05、1006から分かるように、裁判所は犯罪における幇助の方法を明確に定義しています。ですから、ただ毒薬を販売するという旨をインターネット上に書き込むことが、
法上方法の定義に含まれるかを確認する必要があります。被疑者の毒薬販売の書き込みにより、被害者が自殺に対する実質的な支援を受けたか否か。つまり、毒薬販売の書き込みが簡単な自殺方法を被害者に教えることになったか、または何の影響も与えなかったかを明確にしてください。盾がある。ちょっと待って、明確に与えなかった。書き込みが自殺を手助けしたか否かに関する証拠。これ？違う。どうだろう。意味ないか。ほら、しっかりしろ。この辺だな、多分。飲酒体験。違う。いや、全然知りませんではないな。込みだもんな。BPT が欲しいっていう書き込みか。この辺からだ。違うの？いや、わかんないな。無実を証明。これじゃないんだね。ん？ピコンって言ったね。ダメだね。ダメだ、これちょっとやられるな。やられるな。ちょっとなんかを、そう、見逃してるのはわかるんだけど、彼がやってないっていう証拠。
こういうのも違うのかな。違うね、そうだよね。もうちょっとダメだね。これゲームオーバーになるとどうなるんだろう。ボーナス3点を諦めてちょっと一回放棄してみようかな。あー、戦闘に敗北、戦闘終了でどうなるんだろう。あー、元に戻る、ゲームオーバー。なるほど、懲戒か。あー、何これは。あー、そっか、最初からか。最初からですね。わかりました。じゃあちょっと戻し作業をします。これさ、今戻し作業をしていて、まあ一回入力したやつはもう勝手に生えてたんで楽だったんですけど、これ起訴猶予とかできないんだね。基本もう不起訴しかできないんだね。ね、これちょっと長いな。消せない。はい。ほんで、来た、ダンジョン。やりましょう。失礼、今ちょっと画面が一瞬落ちたんで、編集挟みましたけど。はい。敵が認めた行為は、尋問調書で、これですね。法的な議論。ここが、そう、さっき詰まったところですよね。だから多分、この辺なんだと思うんだけどね。これか。ああ、進んだのかな。包丁には当たりません。なぜなら、BBT 薬が自殺に適していることはすでに周知の事実だからです。なるほどね。ああ、こっちでもよかったんかもしれないね。あなたが薬販売の書き込みをするより前に、被害者は自ら BBT 薬を求め書き込みをしていました。ああ、臨死体験がな、被害者か。そうそう。これは毒薬販売の書き込みが自殺に何の影響も与えなかったという決定的な証拠です。あなたの書き込み以前から、被害者は BBT 薬を使って自殺する計画を立てていたのです。君って本当にいい警官だね。じゃあ僕が毒薬なんて売らなかったって話はどう思います？僕は BBT のことなんて何も知らないんですよ。扱う権限だって持ってないし。被疑者には販売の書き込みによる消極的、精神的、幇助行為以外にも、BBT 薬を販売するという積極的、物質的方法で自殺を幇助した疑いがあります。販売の疑いについての、直接的な、証拠はないため、販売が行われたという状況証拠を確認する必要があります。まずは被疑者が BBT 薬に接近、取得できる可能性を検討しましょう。そうね、参考人の、これですよね。そうね。可能性だから、これか。あ、違う。あ、入ったな、でも。看護師に与えられる権限ではありません。
ええ、看護師が BBT 薬を盗み出すことは不可能です。あなたの同僚の供述がそれを証明しています。お見事。いや、まさに正義の番人じゃないですか。僕が被害者に BBT を販売したって話もあくまで疑いなわけで、誰かが勝手に言ってるだけで証拠なんて全くありませんもんね。4月11日に被疑者と被害者が会っていたことを立証できる手がかりがあれば、被疑者の販売経緯に関するもう一つの状況証拠になります。しかし立証できる手がかりがない場合は、陳情者が主張している日付の4月11日には被害者が BBT 薬を入手できなかったと推測できる手がかりを探すのもいいでしょう。4月11日にこう勤務してましたみたいな、これじゃないですか。関係ないか。関係なかったっすね。はい、残念。関係ないっすね。これ4月11日でしょ。4月11日、会っていた証拠、会っていた証拠か。違うな。これ入るんだ。あ、入るんだ。これ。あ、違う。そうなんか。逆に 12? 逆って何？あー、どういうことなんだろう。12は OK なのか。まあそうか、12に合ってましたって言えばいいのか。被害者があなたから薬を受け取っていないという決定的証拠があります。マジそんなあんの？被害者が11日に薬を入手していたとしたら、12日にもう一度薬の代金を引き出す必要はありません。11日の時点で薬を入手できていなかったという証拠です。陳情者が提出した書類からあなたに有利な証拠が出てくるなんて皮肉ですね。へえ、ラッキーも絶対起訴されると思ってたのに。どうしてあなたは薬を売ってないんでしょ？まあまあ、もちろんそうですよ。ありがとね。僕の無実を証明してくれて。あなたは無罪です。ああ、そうなぁ。敵に慈悲を、慈悲をかけた。報酬の獲得に失敗した。これどうなん？なんかほら、まあ有罪には全然できたと思うけど、会長の息子なんでしょっていうことを思ったんで、無罪にしたんですが、これ合ってんのかな？所長と会長の関係的に息子を有罪にしてくれではないと思うんだよね。うん、だって、その不起訴処分を願うとかのところで、起訴っていうのが見つけられなかったしね。権力者を処罰すれば大衆は満足するという考え方。今後ともこのような司法の大衆迎合主義には気をつけてくださいね。お疲れ様でした。これ一応クリア扱いなんだ。会長という名の保険。係長の存在意義なんて警部補の階級だけ。中をすんなって。ほれ、意見書は警部補以上しか書けねえだろ。ちょい前にそのことを皮肉ってた奴がいたんだよ。総研資格が階級で分かれてんな。みんな不満なのさ。こんな愚痴なら他にもあるぜ。足を使って調べるわけでもなく、犯行を押すだけなのに、それすら満足にできない。簡単な二択問題すら外してくるとかな。どんな、怒んないよ。俺が代わりに怒鳴っといたぜ。こうだ、このクソ野郎。係長がどんだけ俺らのために働いてんのか知らねえだろ。でっけえ声でな。はは、
署の外まで聞こえたんじゃね？なあ係長、そろそろ教えてくれよ。なんで不起訴にした上の指示も無視して。あれ、上の指示は起訴だったのか。読み間違えた。上の指示通りにしたつもりだったんだけど。ほら言っただろ、会長も腹はくくってんだ、問題ねえって。所長にしてみや、昇進のために会長の息子を人質にとっていざ取引ってとこで、証拠不十分で息子っぽいだ、どんな冗談だよそりゃ。年末俺らに主観点数つけるのは所長だぞ、分かってんのか。あんた、所長も点数に必死こいてる俺らをバカにしてんだろ。でもな、あんたがどんだけ賢かろうが。あん？所長についたら負けだと、そりゃどういう。ん？そいつは、なんつうか所長もだけどよ、警察大学校なんざ行くようなやつは違うんだな。新入りにしろ、所長みたいなお偉いさんにしろ、そもそも元が俺らとは違ってんだ。そうだな、会長としちゃ会員に手を構えたってとこだろ。一所長ごときが大事な息子使って取引なんざ。そこにひよっこがいきなり現れて何もかもかっさらっていくわけだ。でどうよ、裏切られたドンを救った英雄さんよ、今どんな気分よ。ま、あんたがどんなでかい絵描くつもりかは知らねえけどよ、俺らに保険ができたってことは分かったぜ。所長の賭けが失敗した以上、県警の上の方まで手回せば、あんたの言う通り所長なんざただの操り人形ってわけだ。はっ、やっと火がついたみてえだな。俺らが乗ってるこの列車によ、終点まで突き進む光の列車だ。あん？終点？なもん A ランクに決まってんだろ。光は目的地に向かって直進するのみ。はい、不起訴意見で送致。重要犯罪検挙失敗。成果ランクダウン。でも B だ。HP マイナス1とかな。マジか。不起訴抗告。被疑者不起訴確定。これ前後があるんだね。その都度じゃないんだね。そうなんだ。これで、上行ったんだ。会長という名の保険必要でしょ、だって。これ読んだやつか。で、会長、会話ね。ここすげえ分岐あんじゃん。ねえ、そうかそうか。はい、ということで、今回すんごい疲れた、俺は。ちょっと思い通りにならなかったことが多かったですね。なんか見つけられなくなってきましたね。でもこれまだ半分、来てないんだよね。そうなんだよね。まだ序盤も序盤なんだよね。辛いわ。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。まあ辛いっていうのはこう読むとかね、なんか理解するのが大変だっていう意味です。まあ面白いゲームです。ね、なんかそう言うと余計ちょっと嘘くさくもなっちゃうけどね。はい、ということでこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。またね。